カシオ計算機 NEC カシオモバイルコミュニケーションズ日本電機 G ゾネイズ 11CAG ゾネイズ 11CA はカシオ計算機及び NEC カシオモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第33.5世代移動通信システムの Android 搭載スマートフォンである製造型版は CAI-11。国内向けの g ゾネとしては、初のスマートフォンである。米国の大手キャリアである、ベライゾンワイヤレス向けに先行発売された g ゾネコマンドの派生機種である。G-Z シリーズのアプリケーションである G-Z ギアが搭載されているほか、お財布形態や赤外線通信といった日本独自機能が追加搭載されている。 ただし、ワンセグやテザリングには対応していない。なお、Google プレイにある、テザリング設定を呼び出すアプリを利用することで、非公認ながらテザリングの利用ができる。g ゾネの伝統である丸窓は、ロック画面のデザインに取り入れられている。また UI は、g ゾネ独自の UI であり、他の AU の機種のように、オーシャンオブザーベーション社によってデザインされた UI では、ない。1 1 s とに、 au としては、初の gsm クワッドバンドに対応している。クワッドバンド端末での gprs 対応端末としては、こちらが初であり、先に発売された is 11s では対応していない。pc 向けウェブブラウザが標準装備されており、フラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは、他のスマートフォンや pc と同じく閲覧付加。 2011年8月2日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。2011年8月23日に以下の不具合の修正及び機能の拡張が携帯アップデートによって行われた。2011年9月29日に以下の機能の拡張が携帯アップデートによって行われた。2011年11月22日に 以下の不具合の修正及び機能の拡張が携帯アップデートによって行われた2012年7月18日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた2013年1月29日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた上記は2012年8月末以降対応と au 公式サイトに明記されていたが実際は 翌年1月末以降の対応だった。対応時期の表示も当初8月末以降とされていたものが2013年1月29日をもって1月末以降と書き換えられている。ありがとうございます。